質問に来てた。今年高専に入学したんですが、今回の後期中間で下から20番目という順位で破天も4回取ってしまいました。前期中間、前期末もほぼ同じです。このままだと留年してしまうと思うんですが、ここから巻き返すことって大丈夫だと思いますか。下から20番目ってさ、学年赤点4教科やばいけどね、普通に赤点4教科の方がやばいんじゃないかな、順位よりは。結論、本人のやる気次第ですね。本人がやるしかない。落胆したらそこに留年。